ご視聴ありがとうございます。最近中国では電気自動車の充電ステーションで充電のためのケーブルをめぐってドライバー同士が争っている光景が多く見られます。中国の安価な電気自動車はバッテリーの品質が悪く、航続距離はテスラなどと比べてかなり短く、充電ステーションが深刻に不足しています。このため多くの人が充電綱引き大会と呼ぶ光景が発生し、中国の SNS で多くの動画が投稿されています。ガソリン車やハイブリッド車のオーナーの中には、これが面白いと、こういうことが起きるたびにこの綱引き大会賞を見るためにスピードを落としますと話し、私は電気自動車を運転するのに向いていないのかもしれない、私はそんなことができるほど力持ちじゃないと冗談を言う人もいます。また最近、中国の新エネルギー車の駐車機能は人々に恐怖を誘う瞬間を提供してくれました。9月10日、店の外の監視カメラの映像が話題になりました。黒いジーンズ姿の若い男性が、中国の自動車メーカーリーオートが製造・販売する PHEV のフルサイズ SUV リーオート LQ を道路脇に駐車しようとする様子が映っています。彼は車を降りて何気なく店に入り、車のオートパーキングシステムに駐車を任せました。運転手が去った後、車は駐車スペースに 4,5 回ハンドルを切り駐車しようとしましたが、決してうまくいきませんでした。数回の試みの後、車は突然駐車場を飛び出し道路の真ん中まで移動、そこで駐車位置を調整し始めました。幸いなことに道路上の他の車が間に合うように停止または迂回したため、衝突は回避されました。車の所有者は店の中からすぐに状況に気づき、慌てて飛び出すと自分で車を運転駐車するほかありませんでした。事件の正確な場所は不明ですが、ナンバープレートから暗記証のものと思われます。このビデオがオンラインに投稿されると、コメント欄には、予想通り夢のある車、とても賢い、この車には独自のアイデアがある、車がもう無理、教習所に通わなきゃと思って出て行った、などネットユーザーからのジョークが殺到しました。中国の電気自動車はどれくらい賢いのでしょうか。詳しく見てみましょう。この車は中国の EV 専門ブランドである IM モーターズの車です。 IM モーターズは上海汽車集団グループ、長江ハイテック、アリババグループのコラボレーションです。一部のネットユーザーは、 IM モーターズの車がたくさん市場に出回れば子供が孤児になる可能性が増えると皮肉を言います。女性ドライバーは車の同社の自動運転モードノアナビゲーションオンオートパイロットをオンにしていましたが、それでも曲がるときに事故に遭い、ガードレールに深刻な擦り傷を負いました。動画では自動運転モードのアナビゲーションコンコートパイロットをオンにしていたとき、天気は晴れていて視界が良好だったことが示されています。車が交差点に近づくと突然加速しました。ドライバーは少し怖かったものの、自動運転システムノアを信頼し介入しませんでした。車は最初のコーナーを曲がるときにうまく減速し、2番目のコーナーでも減速しました。その後、自動運転システムノアは音声で次のコーナーはヘアピンカーブであることを警告したようです。しかしこの時までドライバーはシステムを完全に信頼しており、自分で操作しようとしませんでした。コーナーに入ると突然加速し、車はハンドルを切らなくなりました。車の後部がガードレールにぶつかり、続いて側面が擦れました。ドライバーが慌ててハンドルを握り制御しようとした時にはすでに遅すぎました。必死にハンドルを切ったにもかかわらず、車は激しく揺れました。幸いなことに車はようやく停止しました。ドライバーは後にこの事件を暴露するためにビデオをオンラインにアップロードしました。 IM モーターズはノアは車線維持支援のみであり、オートパイロットによるナビゲーションではないと主張しました。中国 EV に搭載される自動運転システムには多くの疑問が残ります。なぜ自動ブレーキが作動しなかったのか。一部の人は
IM モーターズは事故を引き起こすという点でだけでなく、責任転嫁の仕方でも確かに時代を先取りしていると皮肉を言う人もいます。これらのいわゆる先進的なスマート運転システムの多くは依然として外国製のチップに大きく依存しているため、一部の人々は問題は自動車のチップにあると考えている人もいます。スマートフォンから EV 自動車業界に新規参入したシャオミも最近事故が多発しています。シャオミ SU7 にはシャオミパイロットと呼ぶ運転支援システム、ライダーベースモデルは非搭載、3機のミリ波レーダー、11機の高精細カメラ、12機の超音波センサーを搭載。 NVIDIA のチップで処理を行い、レベル2の運転支援システムや駐車アシストを提供するとしています。しかし現実に中国ではシャオミパイロットが実際には動作しなかったという事実が注目されています。中国の SNS に投稿されたシャオミの動画では、シャオミパイロットでドライバーが時速約114キロで走行中、前の車が明らかにブレーキを踏んでいたにもかかわらず、シャオミの車は減速せず高速で走行し続けた様子が映っています。シャオミのドライバーがブレーキを踏んだ時にはすでに手遅れで前の車に追突しました。視界がこれほど良好であれば、人間のドライバーなら前の車のブレーキランプが見えたらすぐにブレーキを踏んでいたでしょう。ところがドライバーは時速135キロでも車は安全に停止するというシャオミの主張を信じていました。ドライバーはシャオミの信頼性の低いシャオミパイロットシステムに命を懸けていたのです。幸いこの事故による死傷者はいませんでしたが、もし後続車が降り前の車との間に挟まったら、ドライバーは生き残れなかったかもしれません。事故後、おそらく恥ずかしさからシャオミのドライバーはナンバープレートを隠そうとしたそうです。次回からは緊急時に運転手が自分で気をつけて自らブレーキを踏めばよいのですが、中国にはブランドへの忠誠心から未熟な自動運転システムを命がけでテストし動画投稿する人が大勢います。それに引き換え、中国の電気自動車盗難防止システムはある意味強力かもしれません。この動画を見てください。持ち主以外の人が車に向かって AI ここにいるよ、フロントトランクを開けてと話しかけました。すると運転手が運転席に座り、車のドアをロックしていたにもかかわらず勝手にフロントトランクが開きました。中国の EV は見知らぬ誰かがフロントトランクを開けるように頼むと開いて、中に入っていたものが盗まれる可能性があります。また中国では逆に車のドアが開かないケース事故が多発しています。10月7日そのビデオが中国の SNS に投稿されました。ある女性とその家族は中国リーオートの電気自動車で山の上にある寺院に向かっていました。その日の夕方、寺院に行くため車を駐車場に止め、山の夕日を眺めていたところ、突然強風、雨、さらには雹に見舞われました。夫婦は急いで子供と共に車に乗ろうと避難しましたが、ドアのロックを解除できずドアを開くことができませんでした。運転手はモバイルアプリを使って車のロックを解除しようとしましたが、電波が届きません。運転手はリーオートのカスタマーサービスに連絡、緊急ホットラインに電話しましたが救助を断られました。その後も夫婦は雹に打たれながら車を開けようとしましたが何もできませんでした。夫婦がいた駐車場は標高4000メートル以上の場所でした。他に選択肢がない夫婦は子供と自分たちの命を守るため車の窓を割るしかありませんでした。次に同様の経験をした別の男性を見てみましょう。彼の所有するリーオートの EV はメカニカルキーを使ってもドアのロックを解除できず、ペンチを使って左右に回してみましたが何もできませんでした。そしてリーオートのカスタマーサービスに電話してもやはり来てくれませんでした。その後男性はいわゆる別の救助サービスに電話しましたが、彼らが提供できたのは燃料補給か充電だけで、どちらも状況の助けにはなりませんでした。最終的に車はクレーンを呼んで持ち上げてもらい、
ディーラーまで運ばれることになりました。男性は40万元、日本円で840万円以上の価値がある車を買ったのに、適切なサービスを受けることができないのは理解に苦しむと話しました。中国の電気自動車は相変わらずハードウェアもソフトウェアも米国テスラに大きく遅れをとっています。中国の SNS では、中国の電気自動車メーカーは消費者の命をもてあそんでいるだけだと話す人もいます。しかし中国には AI 技術の最先端で、どの国にも負けない分野が一つだけあります。中国で AI を用いた監視カメラを中心とするコンピュータネットワーク、天網は英訳すると AI の危険性を訴えた映画ターミネーターに登場する架空の AI コンピュータスカイネットだとして話題になりました。実際に中国は AI 顔認識、指紋と声紋識別、虹彩スキャン、ビッグデータ分析、さらには DNA 検査などの技術を活用して、インターネット検閲や広範囲にわたるカメラ監視を含む大規模な監視を中国本土で行っています。果たして中国の電気自動車は私たちの生活を豊かにするのでしょうか。それとも新たな問題を生み出すのでしょうか。皆さんはどう思いますか。よろしければコメント欄であなたの考えをお教えください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録いただければとっても励みになります。よろしくお願いします。